はい、こんにちは。今日はですね、カメラの設定についてご紹介しようかなと思ってまして、特にこの親指ボタンと言われている一番使う部分ですね、あとはこの人差し指ボタン、まあこれはね、α6600 なんで、人差し指が2つあって、で親指の方がこことここにあって、まあ、これ一応レバーで切り替えなんで3種類あるということで、まあ、この辺のボタンの紹介をしたいと思います。まあ多少ね、機種によって親指のボタンの数が違ったり配置がね違ったりするんですけども、この親指と人差し指ってのはすごい大事で、こうファインダーをね覗きながらでもいじれるし、右手だけでねいじれる部分なので、まあ要は一等値みたいな感じで、すごいねいいポジションなんですよ。だからすごい大事な設定をこの辺に割り当ててあげることで、あの撮影がねぐっと楽になるかなと思いますので、その辺をね参考にしていただければいいかなと思います。ということでね、早速紹介していこうと思うんですけども、あの写真と動画で結構使う項目って違うじゃないですか。だから一応ね分けて紹介しようと思うんですけども、まずねどっちにも共通しておすすめしたい項目が2つぐらいありまして、まず1個目があの AF と MF の切り替えですね。これがね個人的には必須で、これがないことは考えられないぐらいあのおすすめしたいですね。まあ多分ね初期設定でもここにね AF、MFって書いてるはずなんで、あの多分ね初期設定でも切り替えボタンになってるんじゃないかな。でそのボタンを押せば何が起きるかっていうと、もうすごい単純で AF が MF に切り替わるっていうだけなんですけども、でこの設定をねすごいおすすめしたいのは、まあ、いくつか理由があるんですけども、まず単純にねミスショットが明らかに減りますね。まあ、最近のカメラだと特にねポートレートに関してはあの AF がねすごい得意とする分野なんですよ。あのもう瞳とかね顔とかの認識がめちゃめちゃ早いし、すごい正確だから、それに関してはあのマニュアルよりもね AF 使った方がはるかにね打率は高いかなっていう気はしてるんですよ。で一方ですね、あの AF が苦手にしてる分野としてはあの物撮りがありますね。まあ例えばねこの机にあるものをね撮ったりする時なんですけども、こういう被写体をあの斜めから撮る時とかね、まあ、今ねちょうど分かりやすいんでこのキーボードを持ってますけども、このキーボードをこうやって斜めから撮る時って、あのカメラとしてはねどこにピントを合わせていいか全然わかんないんですよ。この辺なのかもうちょっとこっちなのかとかってわかんなくて、結局ね真ん中ぐらいで落ち着いてこの辺にピントを合わせるみたいになってしまうんですよね。でそれで撮るとあの自分の意図したいことがねなんだかよくわかんなくなっちゃうので、こういうね物撮りをするときは僕は 99% ぐらいマニュアルで撮ってますね。あとは外に行った時もね、あの例えば花が咲いててその花を撮ろうっていう時も基本的にっていうかもう 99% ぐらいはマニュアルで撮ってますね。でその理由もやっぱりさっきのと一緒で、その花びら一枚一枚のねどこにピントを合わせるかなんてカメラはね適当に考えてるんで、あんまりね打率が良くないんですよ。だからマニュアルフォーカスとオートフォーカスを切り替えることってねすごい多いんですよ。だからねこの AF と MF の切り替えは親指のね一番押しやすいところに置いておくっていうのがすごいおすすめです。一応ですね、あのいいレンズにはこの辺にあの MF と AF のね切り替えスイッチがあって、ここでカチッてやればねあのすぐに切り替えられるっていうのはあると思うんですけれども、僕ねあんまりねここのねボタンのスライドスイッチ好きじゃないんですよね。なんか押しにくくないですか。慣れればいいのかもしれないけど結構ね硬い場合もあるし、このなんだろうな前後方向の動きによってこうカメラがちょっとグッとブレちゃうんですよね。それがあんまり好きじゃなくて、この親指の一番押しやすいところでスッとこう押してあげる、でマニュアルにする、まあ、そういう使い方が僕にはすごい合ってるんで、まあ、僕はね親指に設定してます。あと動画に関してはね MF を使うメリットがすごいあって、あのね動画ってね本当にねピント動きがちなんですよ。こういうのをね斜めから撮ってると何にもしてないのになんかふわふわふわっといったりするんですよ。皆さんも経験ないですかね。なんか例えばそうだな、ここにねコップがあるじゃないですか。でおしゃれな Vlog とか撮るときにさ、ここにコーヒーをさ、こうやってシャーってこう入れるじゃないですか。で、それを AF でこうやって撮ろうとすると、なんかこうやってシャーって入れてる間になんかふわふわふわってこうピントが動くんですよ。で、これがね、フルサイズとか、あの APS-C の F 値のね、明るいレンズを使ってると、もうね、本当に目につくんですよね。無駄な動きなんで。だから動画を撮っててね、ここはフォーカス動かなくていいやっていう時は、もうね、有無を言わさずここを押して、もう固定してあげてください。それだけでね、
動画の質がぐっと良くなる可能性がね結構高いんで、単純にねフォーカスの切り替えスイッチっていう意味合いじゃなくて、あのいわゆるねロックボタンみたいな感じで僕は使ってます。もうここは固定しちゃうという時はここをポチって押してそのまま動画を撮るみたいな、そういう使い方もできるかなと思います。はい、まあそんな感じで2つ目のおすすめ設定ですね。まあこれもあの写真も動画も共通の設定なんですけども、ピント拡大とピーキングのオンオフ、この2つをできればね隣り合わせで置いてあげると結構撮影が楽です。で僕はこの設定をしばらく使ってて、ここのね人差し指ボタンをピント拡大にして、こっちをピーキングのオンオフにしてます。ちょっとね具体的に見せようかなと思うんですけども、まずさっき言ったようにですね、この親指ボタンを押すことでマニュアルフォーカスに切り替えます。そうするとちょっと画面が赤くなったの分かりますかね。これが AF でこれが MF ね、ポチって押すだけでピーキングがオンになりました。その状態で人差し指を押すとポチッとねこんな感じで拡大して、これでピントリングを回すとこうやってピント合わせることができますと。ちょっとねピントが合ってるところが縁取りされてると思うんですけども、でこれがねたまに見にくい時があるんで、ここを押してピーキングをオフにしてあげる。これで赤い点を確認してこんな感じでピント合わせを行ってます。もう一回やってみると、普段はねこうやって AF でサササッと撮ってあげてピントをじっくり合わせたいなっていう時はまず親指を押す、で MF になります。でこの状態で人差し指を押して拡大する、拡大する、ここでピントを合わせる、まあ、こんな感じで撮ると。で赤い枠が邪魔だなという時はここを押して赤い枠を消してもうちょっと絞り込んでいくみたいな、まあそんな感じでね、このピント関連は結構大事な話なので、このピントに関するね設定を主に人差し指とか親指に入れてますね。でこのピントに関する話も結構いろんな方法があって、まず一つはねあのマニュアルフォーカスアシストっていうのがあって、ここのねピントリングを回すとすぐにグッて拡大してくれるような設定があるんですけども、僕はですねあれがあんまり好きじゃなくて、まずねこの画面全体を見てピントを合わせたいんですよ。あの全体感を掴んでから細かいピントの移動作業に移っていきたいのに、その MF アシストを最初から入れてるともうさ、こうリングを回した瞬間にグンと拡大されちゃうから全体感が分かんないんですよね。だからあんまり好きじゃなくて、まずは普通にリングを回して全体のフォーカス感を掴んでから拡大して追い込んで、さらにピーキングが邪魔な場合はピーキングを消してさらに追い込んでいくみたいな、そんな感じでねこう大中小っていけるんで、この設定がねすごい気に入ってるんですよね。まあ特にスチル撮影、静止画の撮影で活躍する設定かなとは思うんですけれども、動画でもね結構使います。一番伝えたかった設定としてはそんな感じですかね。で次にね、あの動画では使えないんだけど静止画でぜひ使ってほしい設定があって、1個目が登録フォーカスエリアってやつですね。これのね設定に関しては別の動画をね過去に上げたことがあるんで、それを見てほしいんですけども、もう親指を押すだけでね、その押した時に真ん中にあった被写体を永遠に追いかけてくれるっていう、あの多分ソニーだけの神機能があって、それがね本当に使いやすいんで、 α6600 の場合はこのレバーのね下に入れた時の親指ボタンにしてます。でさっきの MF、AF の切り替えはこのレバーを上にした時の設定にしてます。だからどっちもねこの一等値に設定してあげてます。でもう一つがね、あの ISO 低速限界ってやつですね。まあこれ多分知ってる人もいると思うんですけども、本当に便利な機能で、まあ簡単に言うと絞り優先モードなのにシャッタースピードも自分で選べるようになるっていうすごい便利な機能なんで、まあね多分知ってる人も多いと思うし、ググればね出てくるんで、あの詳細は省きますけども、これはねかなり使うので、写真撮影するときは親指の近く、もしくはね、まあ、右下とかでもいいかもしれないですけども、まあどこかしらね手の届きやすそうな場所に設定してあげるといいのかなと思います。で静止画はねそんな感じで、動画だけのおすすめ設定がまだね2つほどあります。で2つ一気にいこうと思うんですけども、それがですねオートホワイトバランスロックと露出ロックですね。この2つのロック機能を親指ボタン、もしくは人差し指ボタンに当てておくことをすごいおすすめします。でこのボタンの効果はねその名の通りで、あのオートホワイトバランスだったらそこのボタンをポチって押した瞬間にもうホワイトバランスがねそれで固定されるんですよ。で露出ロックもその状態で、あの絞りと ISO とシャッタースピードがね固定されるんですよ。まあ、ただそれだけの機能なんですけども、なんでねこれがすごい大事かっていうことを説明したくて、そもそもね静止画と動画の違いってなんだか考えたことありますかね。まあいろんなね答えがあると思うんですけども、まあ一つ言えるのは時間軸があるかどうかですね。
ね、まあ、もちろんね静止画は1枚ピッて撮って終わりなんですけども、動画はね静止画の連続なので、こういうね時間軸があるわけじゃないですか。だから動画はねそういう時間軸を持ってて、その時間に応じて絵が変わっていく、その写真がね少しずつ変わっていくっていうのが一番大事なところなんですけども、ここでね一つ覚えておいた方がいいのは、動画のね基本って固定なんですよ。特にカメラ側ね、カメラ側の設定と動きを全て固定して被写体だけが動くっていうのが本当ねベースなんですよ。そもそも動画って動くものがすごい多くて、被写体も動くでしょ、でカメラも動くでしょ、でカメラの設定も変わるじゃないですか。あの露出が変わるし、露出が変わるってことは F 値も変わるし、シャッタースピードも変わるし、 ISO 感度だって変えれるし、でホワイトバランスも変わるじゃないですか。この辺がね全部変わるんですよ。でそれらをね全部一気にごちゃごちゃ変えてると、もう時間軸に応じて変わるものが多すぎて、もう見てる側はわけが分かんないというか、情報が多すぎてもうどれか一つだけにしてくれって思っちゃうんですよね。だから基本はカメラ側は全部固定フィックスしてあげて、被写体が動くっていうのが本当にね、あの動画の基本中の基本なんですよね。例えば今皆さんが見てる映像はもちろんねほとんど固定して撮ってます。このね三脚でまずカメラの動きを固定してるでしょ、でホワイトバランスも固定してます、で露出も固定してます、で動いてるのは僕だけですよね。僕がこうやって動いてるだけの動画になってます。でも動画としてはやっぱり成り立ってますよね。この時間軸に応じて僕が動いたり喋ったりしてるだけで、やっぱり動画は動画になってるわけじゃないですか。だからやっぱりこれを基本として、あのカメラを動かす必要があるんであれば動かすとかね、そういう考えの方が絶対にうまくなりますので、これがね本当に大事だってことを分かっていただけたらいいのかなと思います。例えばドラマとか映画とか CM とかですね、まあ、その辺見ててもやっぱりねプロの方々が作ってるんですごい上手なんですけども、やっぱり基本はまず被写体が動くんですよね。被写体が動いてカメラが固定っていうのが基本で、そっから必要に応じてちょっとカメラを動かした方がリアリティが出るなとか、ちょっとずつ絞りを変えていった方がいいなとか、その変えていくものをそっからあのちょっとずつねこうつまんで変えていくみたいな、そういうイメージなんですよね。ということで、さっきのなんでロックが大事かっていう話に戻ると、あのそもそもね変えすぎるとわけがわからないので、いつでも固定できるようにしておきましょうっていうのがあの僕の考えですね。で特にね最近のカメラって優秀なんで全部オートでやってくれるんですけども、ホワイトバランスと露出に関してはねちょっとね変えすぎなイメージがあるんですよね。なんかね被写体がちょっと動くだけですぐホワイトバランス変わるし、すぐ露出も変わるから、できればねあの固定してあげてほしい。ちょっとね動画を撮ったことがある人ならわかると思うんだけど、一生懸命こうやってオートで撮るじゃないですか。で家に帰ってパソコンで見てみると、なんかねホワイトバランスも変わってるし露出も変わってるし、なんか手もブレブレだし、なんだこの素材使えねえじゃんって思ったことありませんかね。それって元をたどればあの変わりすぎてるんですよね。あの変わってるものが多すぎるから使えねえなって思っちゃうんですよ。まあ、とはいえ最近のねカジュアルな Vlog ってあるじゃないですか。こうやってねあのカメラを自分に向けてこうやって今日はどこどこに来てますみたいな、そういう時はねいちいちロックする必要はないかもしれないんですけども、その Vlog の途中でさ、なんかおしゃれなのをたまに撮るじゃないですか。例えばこういうさなんかスタバのカップをさ、こうやってカメラ動かしながらこうやってスローで撮ったりするじゃないですか。でそういう時に使ってほしいです。この親指のボタンをポチポチって押して、あのいろんなロックをすることによって、あの固定されるものが増えて、動くのがこの被写体だけもしくはカメラだけになるので、見てる側はねすごいスッキリするわけなんですよね。まあ、そんな感じでね使いこなしてくれればいいのかなと思います。今日はそんな感じかな。皆さんどうですかね、この一番押しやすいところに何設定してますかね。昔はねこの辺に超解像ズームとかを入れてた時もあったんですけども、そんなにね急いでズームしたい時があんまりなくって、なんかいいのがないかなと思って結局これに落ち着きましたと。よかったらね皆さんのおすすめ設定もあれば参考にしたいので、ぜひねコメントいただければいいかなと思っております。ということで次回の動画もよろしくお願いいたします。